これ4人だけ。いやめっちゃお前背景や何これ。でなんかさ、なんかもう始まってますね。あ、始まってんの。多分始まってます。あ、始まりました。皆さん始まりました。後期映ってください。後期が消えてる。いた、うん、めちゃくちゃなんかも持ってくじゃん、はい、うざいなお前。もうみんな配信されてるからね。配信されてるんで、あ、オッケーと、はい、こんにちは。じゃあ、こんにちは。こんにちは。と、新しい企画で、と、ジュビロの新しい企画ですね。YouTube 企画の〇〇な選手を集めてみたという企画が始まりました。と、今回、ありがとうございます。いや、拍手じゃん。ゆるくいきましょう。いいよ。今回、と、ありがとうございます。SNS を使って、と皆さんに、と〇〇な選手といえばというお題を出して、その選手はについてコメントをもらって、かつ投票ももらってという形で、今回は彼氏にしたい選手はというので、一応この4人が選ばれました。よし。よし。その通り。ガヤ。なんで、はい。早速じゃあ4人の自己紹介をしていきたいと思います。じゃあリュウキ君からいいですか。紹介、リュウキ君軽く何でも自己紹介何でも。36番三浦リュウキです。え、これなんか他にも言った方がいいの。よっ、いいでしょ、とりあえずね。なん、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあリキヤ、背番号7番の上原力也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、コウキ反応悪いな。全然反応しないな。出てくるからさ、うん、まあ、こっから上げてこ。コウキ、背番号、あ、18かこれ。9番の小川コウキです。いや、お前太ったね。ユニフォームちっちゃくない？あ、ここがでかいからや。ねえねえ、お願いします。と、背番号16番中野誠也です。お願いします。お願いします。では早速ですが、まあ自由に話していっていいってことなんですけど、まあ、ある程度はと、なんて言うんだろう、話すトーク案をもらってるんで、ではコメント、いろんなコメントもらったんですよ皆さん。その受けてのそれぞれの感想ってところに早速行きたいと思います。誰から行こう。コウキ最後がいいよね多分。え、ちなみにこれさ、何位なの？何位なの？こ、順位わかんない、ちょっと出しゃばれないっすよ。いや、わかんない。多分小川1位っぽかったよ。小川が1位っぽかった。一番最後に俺1位？小川だから小川最後にしとくって。うんうんうん、そうしよう。そうしましょう。しょ、じゃあ、りゅうきくんからいきます？早速いっちゃっていいっすか？俺からいくの？俺からいかせてください。ってことは3位、4位か？え、りきやからいく？いかせてください。じゃあ、りきやのいくよ。読むよ、りきやの。りきやが、自分からいきたいって言ったから読むよ。いかせてください。りきやの、じゃあ、いろ、結構もらってんだけど。これさ、せいやは順位分かってんの？俺も順位はよく分かってないけど、まあ、書き方的にいくと、俺が最後。じゃあ俺3位ってこと？納得がいかんわ。りゅうひくんが2番かな、書き方的には。なんわかんない。いや、まあ順番は後でいきましょう。そんなん別にいい。後とかわかんないから多分ね。だから俺が司会やってるってことで。チャットっていうの来た、チャット。え、このチャットって何なの？いや、これは大丈夫です皆さん、ほっといてください。うん、俺が拾うんで。了解です。じゃあリキャのやつからいくよ。いかせてください。みんなコメントしてね。そのコウキとかリュウキくんも。じゃあ上からまず3ついこうかな。ジュビロの中で一番かっこいい。おーい。マジですか。ちょっとこれ恥ずかしいな。納得いかねえな。それまだ後にしてる。それいろんな人の意見があるから。コウキお前遠いってよ。マジで？うん。本当に遠いコウキ。かっこいいって。
あ、ごめん、リキアじゃなかった。リュウキ君読んでた。いや、マジかよ。え、おい、いやおかしいなと思ったんだよ。間違えた、間違えた。間違えた。ごめん、ごめん、ごめん。めっちゃグダグダになってるわ。いくよ、リキアの行くよ。はい。かわいいから。シンプルに。あー、わかるわかる。私から言われてましたね。わかるわかる。はい。わかる。誠実そうだから。あー、これもなんかこう、昔、子供の時から言われてましたね。子供の時から誠実ってお前結構やばいよ、それ。かわいさないじゃん。やかもやないかい。かも？いや、お前、言うな言うな。みんな見てるから。まだやめろ。守ってくれそう。あ、守ることしかできないかもしれない。逃げ出すだろ、絶対。いや、守ることしかできない、本当に。割と逃げがち。逃げがち。ファンサの時優しい。ああ、そうですね。らしい。優しそうだ、ね。試合の真剣さとオフの時のギャップがいいらしい。ギャップにやられますからね、女性は。確かに。どうですか、リュウキ君。なんとも言えんな、そこは。なんとも言えん。リュウ君、高校の攻撃は俺残ってますからね。やめろ。普段塩対応の力也くんが彼女へどんな態度なのか楽しみっていう。ああ、気になる気になる、それは気になるね。どんなの？結構甘えん坊かもしれない。甘えん坊らしい。ああ、いいじゃんいいじゃん、はい、持ち悪いな。おい、ちなみに YouTube300 人突破してるらしいです。あ、じゃあ300人以上見てます。やば、変なこと言えないやん。まだ結構あるんだけど、あと、硬派層とか。硬派。硬派って何すか？硬派って、どう説明？どうすか、リュウキ君。ちょっと待って。硬派。硬派って、どういうこと？硬派って、硬い？硬い？硬派。硬いってことですね。硬い。まあ、硬い。言ったら硬い。まあまあ、いい意味なら、いい意味ですね。いい意味、いい意味よ。全部いい意味。いい意味なら全然。コウキくん、黒いってきてる。なんか黒いの、俺。暗い。いや、コウキ遠いのよ。いや、近くしたって、近くしたって黒くない？なんか。腹黒いってことじゃないの？ iPhone6 だからだよ。iPhone6 だからだよ。6じゃねえやん、もう。もらった。ちょっと待って。指が綺麗。指が綺麗で手をつないでみたいとかある？指綺麗な。指は俺違う違う、いきなり。もう指はもうめちゃくちゃ綺麗。確かに。めちゃくちゃ綺麗なんだ。指はちょっとしか見せないじゃん。ちょっと恥ずかしくない。あ、これ、もういい。これいいのある。いい意見ある。いい意見ある。いい意見ある。ないない。ラップで楽しませてくれそうって。あー。これはね、これ、人のラップしかできないんですよ。マネの？自分でイン踏めないんです。ああ、すごいね。そう、人のパクリなんで。それ、今回はできない。うまいな、はい、じゃあ、この辺にしとく、リキアのは。いや、もう十分。いや、もうちょい行こうよ。もうちょい行こうよ。大して。うん、踏み込んだやつないの、もっと。リキアのは、これさ、一番にやったのよかった。彼女だけには優しそうとか、だけらしいよ。ああ、それもちょっと捉え方によりますね。確かに、ね。彼女だけには特別優しいです。こんぐらいかな。いや、めちゃくちゃなんか反応悪いな。聞こえてた。いや、ごめん、俺、必死だからちょっと読むので。ああ、すいません、すいません。他の二人拾って。ゆいくん拾って。なんかさ、途切れるんだよね、俺の。家が悪いな。誰がやん、やめとけ。家が悪いって。後期明るさバッチリらしいよ。あ、オッケー。から。
うん、いいらしい。オッケーっす。あれ？はい。じゃあ次行こうか。どっち行きます？せいやくんとゆうきくん。どっち見よう。じゃあ俺から、じゃあ俺から行くわ。理系読んで。俺行こう。なんで？いいよ。かぶしてる。俺読めばいいっすか？リキは読んで、さすがに俺が読むのは嫌だから。読ませてください。誰だよ。多分知らないこれ。みやぞんの。はい、あるね。せいやくんは、間違いない。これいこうかな。笑顔と圧倒的人柄の良さが素敵すぎるから。それは思った。めっちゃ褒めてくれるじゃん、リキ君。まあ、確かにね。あとね、いっぱいありますよ。なんか、せいやくんのだけの説明が長いな。長いの？なんかいきますよ。顔がタイプ、うん、浮気しなそう、親に紹介しても恥ずかしくない。いや、大事よね。ああ、そういうね。俺はなんか言えよ。なんかこっちが恥ずかしくなるわ。不思議そうな顔してるけど。笑ってんねん。いっぱいありますね。うんうんじゃねえよ。じゃあ、いきますよ。なんか誠実そうっていうのはいっぱいあるんですけど。それ多分、漢字からそのまま流れちゃってる。あったあった。趣味、読書なのに、そうだよね。バチバチにサッカーできて、はい、ピッチではゴール決めて、雄たけび上げてんのに、家帰ったら読書なんてギャップとんでもない。だってとんでもないらしい。コメントちょうだい、リキ君とか。リキ君止まってる？本当に本読んでんの？待て待て。本当に読んでるわ。本読んでる。栄養ぶっつり疑惑ある。むっつり、むっつりって聞いたらエロ本かな思ってたんだけど。どういうことだよ。どういうことだよ。大丈夫だよ。大丈夫か。あとは、やっぱ穏やかな優しい雰囲気で安定感があるらしいっす。安定感があるらしいっす。結構あの刺激的なことを求めないのは制約に入れがち。誰が怒るの？誰が刺激？誰が刺激がないじゃん。すごい誠実で真面目でかっこいい。なんかさ、止まってんだけど俺。なんか固まってない？リュウキ君。固まってるよ。固まってたリュウキ君。リュウキ君喋ってた？違う、なんか動かないんでだから。リュウキ君固まってない？まだ固まってない。なんか聖夜君もちょっと褒めちぎられてますよ。マジ？みんな褒めちぎられ。中野選手の笑顔に癒されて、動いた中野選手の笑顔に癒されて、動いた、ね、聞いて、邪魔してんだって。なんで邪魔してんだよ。中野選手の笑顔に、どうだっけ、中野選手の笑顔に癒されて、ああ、幸せってなれそうだって。ああ、せやかすごいね。いやまあこの辺にしとくか。ちょっとなんか恥ずかしくなってくるし。リュウキ君行きますか。まあ、これを覆せると思えばいくらでも覆せる情報はありますよね。どういうことだよ。ねえだろ。次行きましょう。じゃあリュウキ君行っちゃいますよ。リュウキ君。聞こえてる？いいよ。聞こえてる。おい、リュウキすかすなよ。すかすなよ。おいおい、あ、じゃあさっきのやつ、ジリオの中で一番かっこいい。これちょっとリキャンで間違えたけど。いや、俺まだ気づきましたね。間違えした。ジュビロの中で一番かっこいい。ちょっとこれ、だから後期とかが反論あるんじゃないですか。じゃあ後期反論してよ、じゃあ。ないです。ないんかい。あれよ。いや、あの、ゆうきくんはね、顔はかっこいいよね。顔は中身やね、中身はね、中身ほんとクソよ。中身かっこよくない。中身クソよ、ほんとに。お前。
そこじゃ潰し合いしてください。顔が濃い。え、顔濃い？え、濃い？以上。いや、それはあんま言われたくないな。あ、言われたくないな。塩だよ、塩。ケンゴくんじゃない、それ。大丈夫。系統的にあれですよね。塩っすよね。濃い感じじゃないっすよ。濃くない、濃くない、全然。ね、言われたことないな。私服のセンスがいいらしい。私服のセンスがいい。この T シャツで？あおそれなんて書いてあるの？ちょうど。どういう意味ないでいうことガーリックこれさガーリック意味わかるそれリュウキ君それ去年の夏さ表参道でそれ着て歩いてたよねだってやばっあらすなよだってガーリック表参道それで歩くのだからニンニクを叩けるのかあニンニクをくださいってこと聞こえてるニンニクくださいってこと？ニンニク入れますかってこと？それじゃあそれで二郎系のラーメンいったらもうめちゃくちゃニンニク入れられますよね。ガン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 入れちゃう。なんかこれラグですか？リキ顔赤いよ。次行って。これラグ。一回帰れます。次ね次。いやもうとにかくイケメンとかのこの人もっちゃうの、とにかくこれとにかくイケメンとかかっこいいし優しそうとかかっこいいし優しそうはめっちゃ優しいよ、ね、うん優しいよでも優しそうです優しいかはみんな判断できてない優しいよ優しいっていうのはちょっと違うかな優しそうでしょなんか、ゆうきくんなんか、イケメンとかばっかで中身評価されてないですね。それ聞こえてない本人。聞こえてないかも。聞こえてない。中身はやっぱ作ってるからね。ああ、そういうタイプね。ミステリアスのね。え？ミステリアスなね。そうそう。そう簡単には見せないからさ。クールそうだからとか。ああ。外じゃないってことか。クールって何モテんのクールって。外面はいいってことか。クールは別にモテないでしょ。モテんのかな。でもさ、ジュビロは好きな人も。え？ジュビロでクールって言ったら誰？ムサとか結構クールじゃん。ムサクールじゃん。え、違う。そこ違うどこなの陽気だろ、どっちかって。違うかだろクール。まさやとか。まさやくんはクールじゃないでしょ。ただ無口なだけでしょ、あれ。無口なだけですよ。面白くないだけ。いや、そうなのって誰だろうな。俺あんま言えないな。いや、みやくんクールではねえだろ。ああ、みやくんとかね。ミヤくんとかになるんですか？もうこう。まあ、そうなるとかっこいいな。うん。かっこいいよね。コウスケくんとか。最後いきますよ。確かに。ああ、そうね。続けた。最後いきますよ。ルリーヤとかも結構クールなんじゃない？最後いく言ってる。でも、大地くんとかもいいんじゃない？ルリーヤ違うじゃん。マサヤくんなんかランクインしてたらしいですけど、ちなみにマサヤくんランクインしてたらしいんですけど、別の回で登場するらしいです、この〇〇の選手。な、ちなみに何なんすか、それ。いや、マサヤはするでしょう。ちょ、マサヤくん、あの、自分で自分に入れてました。めっちゃ。ああ。力もでしょ、力もでしょ。俺は、不正で、俺。それじゃないと、ここにいるのおかしいでしょ、だって。大森選手、クールそうっていうのも来てる。ああ、全然違う。全然違う。全然違うクールといえばコウスケくんって言うコウスケくんはクールシャイシャイ誰だろうないないねそう考えるとクールな話よくないあもう最後じゃあ最後いきますよ
いや、伸ばすなって。いや、最後か、最後。最後、ちょっと長めで。おしゃれ、小顔。おしゃれ、小顔。聞こえなかった。え？おしゃれ、小顔、脱毛済み。マンサの笑顔が。マンサの笑顔が。脱毛済みなの？最後まで言わしてや。あ、そうそう。投げな。パンサの笑顔が可愛くてマイナスイオンが出ている気がする。マイナスイオン出てんの、リュウキ君。え？自然？自然ってこと？自然？俺。川とか。めちゃ強いじゃん。すごい、ね。脱毛済みなのかも。でもさ、脱毛でもみんなしてるじゃん。え？リュウキ君 VIO も脱毛してる？うん。うん、ああ、VIO はしてない、してない。ああ、V をしてんのか。別に興味なくない VIO、リュウキ君の。なんで伸ばしてんの？話伸ばすのに。リュウキ君の VIO 全然興味ないんだけど。いや、なんかさ、てかさ、なんかさ、俺のやつさ、全員固まってんだけど、俺以外。それ、リュウキ。すごい喋りづらいんだけど、リュウキ君の環境。リュウキ君の環境。え、俺の、じゃあ俺さ、ワイパー入ってるよね。あれ？はい。一回消えちゃった。じゃあ今日、後期の最後。後期の行きます。はい、はい、いいよ、後期の行こう。ちょっと行きましょう。いいよ。イケメンで明るいから。ありがとうございます。でも、後期の朝の顔とかバカブスっすよ。俺も寮で、寮の時とかね。あ、ごめん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 。言うね。ごめんごめん。かっこよくて、魚さばけるから。ああ。魚さばける魚？魚はもう、ある程度は。あれ、インスタ用でしょ？あのさばき。違うわ。やってるわ、ちゃんと。でもあれ、あの、自分釣った魚じゃないらしいっすよ。らしいね。だってスーパーで買ってたもんね。釣ったっつってねえじゃん、別に。もう、釣ってるだけだろ。お前、面白いな。釣ったって、もう釣ったようにあげちゃってるのかわかんないけど、今回勘違いしてるかもしれない、みんな。それだったら。そういうことね。うん。ただ、さばいてただけね。そうよ。ごめん、ごめん。うん。じゃあ次。かっこよくて、わけわからんタイミングでギャグとか言って、笑わせてくれそう。ああ、まあ。この中でもやってくれんじゃん。やんねえだろ。やんねえか。やんねえだろ。すいません。はい、お、やっと復活した。リュウキ君コメントしてくださいよ。違うから。ダメなのか、聞こえてないのか。リュウキ君なんかジュビーちゃんになってるよ。あ？違う画面だろ。あ、違う画面か。違う画面。どういうこと？違う画面。違うか。どういうことだよ。わけわかんない。じゃあ次、次。いいよ。いろんなところに連れてってくれそう。ああ、もうこれはもう。うん、いや、釣り、お前、釣りか、釣りか、何？釣りぐらいじゃないの、行くの。いやいや、俺もいろんなとこ連れてっちゃうよ。本当に。海外も全然行っちゃう。海外も全然行っちゃう。でも、それってさ、後期が行きたいだけじゃないの。あー、うまい、龍一君。反撃に入ってるから。確かに。いや、彼女が行きたいってとこ行けんの？そうそう。いや、俺全然。俺が行きたくなかったら行かないかな、そこは。行かないんかい。ダメじゃない。ダメじゃねえ。なんだよ。俺、そういうことじゃないじゃん。いや、でも釣りとかで、釣りデートとかみんなしたくないですかね。じゃあ、魚嫌いな彼女だったら。そこを魚、もし彼女が釣れたときは、もう俺が男らしく魚を針から取ったわけ。そこだけか。そりゃそうだ。で逆に男性から針取りたい彼女だったら。は？なんて？針を取りたい彼女だったら。そしたら、どんな彼女だよ。
どんな彼女だよ。いねえだろ、そんな。変なふりするなよ。ゆうきくんずっと止まってんだけど。やばい。りゅうきくん、俺の画面でなんかりゅうきくんジュリーちゃんになってんだけど。なんでだろう。違い。あれ、動いた。これもダメだ、俺。りゅうきくん戦力外っすよ。また止まってるもん。止まった、また。りゅうきくんなんか止まってるね。じゃあ、次行く、次。なんかさ、全然入んないんだけど。治った？動いてる。治った、治った。めっちゃいい。次行くよ、次。男性から見てもかっこいい。これいいんじゃない？男性から見てもかっこいいらしい。誰がこういいのかわからない。これ嬉しいですね。これ嬉しいですね。これないでしょ。めちゃめちゃ反撃してくるな。何がかっこいい？なんか、コウキと、いればいるほど、時間が長いほどかっこよくなく見えちゃうね。ダメだ、わかる。わかりますそれ。あの、写真が一番かっこいいタイプね。なんでだからこうない。関わりが薄いほど、すごくかっこよく見える。なんで、なんで、なんでなの、それは。多分、人柄。なんでね。性格とか。薄い。もう、すべて薄い。ペラッペラ。薄い。ペラッペラの人間性。なんか、せいやとかと真逆。うん、なんか、中身ない。ふっかふか。いやいやいや、なんかね、違うね。リキ、なんか、落とし入れたいの、今日。すごいじゃん。すいません。まあ、1位だからね。いや、なんか、ネタみたいなの分かるよ。ギリ4位に入ってきたからね。嫉妬が出た、ごめん。うん。次いくよ、次。いや、余裕あんの。一緒にショッピングに行ったら、おしゃれな服を選んでくれそう。どうなの、うん、でも、これ言ってたもんね、お前。俺、結構、なんか買い物行ったりして、これ着て、これ着て、これ着てって結構こう。じゃあこれはこれはっつってなんかこういろいろ俺が持ってく感じかな。え、女、あの彼女の、彼女の、え、どういうこと、あれでしょ、コーディネートしてあげてるでしょ。あ、そうそうそう、そう、女の子とか彼女とかの、例えばそのショッピング一緒に行ったらこれ着てよこれ着てよとか、ちょっとこれ絶対似合うからこれ着てよとかっていうのは結構あるかな。優しいね。まあそこが1位の理由なのかね。なんか風化ずれてんな、1位の。ちげえだろ。1位の風化ずれてる。やばいな。なんで、なんて言ってんの。な、な、な、聞こえない。りゅうきくんさ、なんかそういうの言うんだったら、ちょっと電波直してから言ってもらえます。え、聞こえないんだけど。いや、さっきまでめちゃよかったのにさ、急に電波悪いんだけど。これ多分配信が入ると、ちょっとデータ重くなるんですよね、多分。うん。それで、さっき自分らでやったときは大丈夫でしたけど。せいやくんの強いっすね。でも俺らさ、りゅうきくんのやつ見れてない？りゅうくんのやつ見れてる。見れてる、見れてる。止まってるよ。りゅうきくんさ、もう一回入り直してくんだよ。なんか俺のとこりゅうきくんがジュビーちゃんになってんだよね。りゅうくん入り直してくるときに T シャツ変えてきてください。いや、4人しか映んないやって、後期のやつ。あ、そうか。スクロールしたら多分。そうそうそう。りゅうくん、一回抜けて T シャツ変えてきてくださいよ。ちなみに固まってんだよね。はい、じゃあ次行きますよ、まあ。じゃあ最後、最後。最後行く、うん。最後、最後。これ、ちょっと待ってから。手のひらでうまく転がせそう。え？俺が転がる方。どういうこと？転がる方。転がる方。転がる方。え、転がる。転がされるんだから。転がされるから、後期が転がる方。ああ。いや、後期。転がる方か。反乱した方がいいんだよ、反論。いや、転がらないけどね、俺という人間は。転がる。なんで転がらないの？いや、転がらないよ。俺、転がすのも転がされるのも好きじゃないからさ。
俺とか駆け引きとかしないから、そういうの、もう素でいくから、素で勝負タイプだから、ぶつかっていきたいタイプ。もうまっすぐよ、俺。寄り道しないの、転がらないよ、俺。転がされないのじゃ。全然、全然。転がらないよ。それは勘違いだね。勘違い。勘違い、完全に。でも YouTube からもわかるってコメント来てます。誰だ、そのコメントは。転がされそうって方で。転がされそうで。わかんない。誰かわか、まあ、かるって。この感じが転がっちゃうところもまた、なんかポイントなんだろうね。それがまあ、1位の。あ、いいってこと？転がせ。めっちゃ風格出てんな、1位の。風格出てきてる。ん？じゃあ、この辺にしとくか、このテーマは。これで後期1位じゃなかったらやばいよね。ちなみに、1位か分かんないけど、多分。分かんないの？分かんないよ。一応順番か、書いてある順番が一応上だったから1位って言ったけど、本当かは分かんない。え、1位とは書いてない。1位とは書いてない。それは地獄。これで1位じゃなかったらマジでやばいよね。え、力学がランクインしてないってことはないの？それはないだろ。そんなに。それはないか。トップ5に入ってるから来たんじゃないの？そうか。なんか風格出てんだよ、ね。上、すげえ上から来るんだよ。次のテーマいきます。はい。はい。何にしようかな。理想のデッドコースとかいきます？それか、モテるために必要なこととか、どっちがいい？モテるために。好きなタイプ的な、モテるために必要なことでじゃあ、行きましょう。難しいけど。りゅうきくんどうですか、じゃあ。え、私、モテるために必要なことって、自分がってことでしょ？うん。自分が。なんだろうね。自分で決めといて。なんすかね、モテるために必要なこと。コウキがどんどん出てくるんじゃない？1位の人は言ったら。それはコウキが一番最後じゃない？うん、1位だからさ。あ、コウキが最後ね。1位だ。リキはモテないから飛ばして。めちゃくちゃいけるじゃん。めちゃくちゃお前なんか来るんだよな。すげえガツガツ。でも、力也くんがずっとニコニコなのがいいっていうコメントも来てるから。うん、あ、本当ですか？気遣ってくれ。笑顔は素敵。笑顔は素敵よ。笑顔は大事じゃないですか、笑顔は。歯も白いし。うん。あとは、あと。ない。お前すげえなんか対抗してくんだよな。マジで1位じゃなくな、ないでほしい。ゆうきくんどうすか、モテるために必要なこと。ゆうきくん的なんだろうね。でもあれじゃない、やっぱ全部受け止めてくれる人じゃない？おお。ゆうきくん、ゆうきくんそういう感じなんすか？ちなみに俺何でも受け入れるよ。受け止めるそうだろ。ゆうきくん喧嘩とかするんすか？え、喧嘩とかするんすか？俺どっちかというと喧嘩できないな。喧嘩しない。ゆうきくん喧嘩しそうになったら、あ、もうこの女ダメだっつってなんか切り捨てるタイプ。最悪じゃん。でもどっちかこのコメント見て、なんかコメントすごい来たね。コメント何？リキヤくんの歯はスワですとか来てる。それ褒めてる、いい意味ですか？いい意味こう切る。いやダメだ、いいだろ。めっちゃなんかリキヤの前歯可愛いですって。そんなの書いてある？書いてある。人工でしょ？その歯。人工じゃねえ。人工だったっけ？来ました来ました。次はリキヤは？何がした？歯？歯のこと？歯じゃねえ。歯はいいわ。いいっすか。なんだっけ？モテるために必要なこと。モテるために必要なこと。やっぱり。サプライズですね。するの。サプライズは女性喜びますか？じゃあどんなしたことあんのよ。
教えてよ。それは言えない。いや、教えてよ。いや、めっちゃ。いや、変なこと言っちゃったな。教えてよ。いや、帰りに花を持って帰ったりとかね。何の帰り？いや、めっちゃ聞いてくるじゃん。な、何の帰りよ、何の帰りよ。ちょっと待って。前歯磨いてますかって。コメント誰？絶対これ知ってる人だよね。前歯磨いてますかって。前歯しか磨いてない。は？すごい嫌だ。ちょっとなんか、アベーだな。後期は後期。モテるために必要なこと。モテるために必要なことは、まあ、顔。どんどん出るでしょ？顔。優しさ、財力、あとは心の広さ、あとはなんだろうな、知識、知恵とかじゃないですか。なんか反応悪くない？なんか感じ悪いな。いや、なんかもっと違うのかな。いつなんかこう変化球くんのかなと思ってたら、そう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 、ずっとストレート思ったより普通だった。めちゃめちゃ普通だったから。まあやっぱり面白さもやっぱり必要だよね、絶対。どんなことして笑わすのじゃん。確かに。いや、なんか別にギャグとかじゃなくて、なんかこう話会話中になんかこうほんのちょっとなんかちょっと小ボケ入れてみるとか、なんかこうつ例えばギャグなんかツッコミがうまいとか、なんかそういうのじゃない、やっぱ流れの中で何か埋める、何かを埋める面白さって俺大事かなって。あ、そうね、そう思ってるけど、なんか反応悪くね。なんか反応悪いの。なんかこの、ね、この時間でちょっと多分みんなお前のこと嫌いになった。確かに。あとは何だろうね。せいやくん。確かに、せいやは。感謝を伝えることっすかね。ありがとう。深いわ。確かに、ごぼうそうだ。深すぎるわ。なんか、些細なことで。確かに。言えてないな。恥ずかしくなってきますね、自分が。めっちゃ深いな。後期とかお前、感謝とか伝えたことないでしょ。え？彼女に感謝の気持ち伝えたことある？伝えたことしかねえわ、こっちから。嘘つくな。伝えた、どういうこと？もういつもありがとう、ありがとう。口癖よ、こっちも。大変よ。もうでもなんかあれでしょ、ありがとう、みたいな感じでしょ。こもってない。それ力じゃん。それ絶対力じゃん。俺じゃねえわ。俺じゃねえわ。いや、俺は目見て言うもん、ちゃんとそういうの。いや、目が、言ってるぞ、目。モテるために必要なことは、あと何だろうね。モテるために必要なことは。ちなみに、お前のターンもう終わってるからね。今、せいやもん。いや、もう、俺も終わった。もうせいやくん出てこないって。うるせえ、ありがとう。せいやくん、それだけってこと。じゃあ、もう次。そんぐらい。オッケーオッケー。もう次の質問、次の質問っていうかテーマ。いいよ。ジュビロでナンバーワンのモテ男はっていうテーマどうですか。ああ、多分言われたい人が若干1名いるんですけど、この中でも。それ絶対言わん。誰だろう。誰かな。じゃあ俺から言っていい。はい。俺は、やっぱあれでしょ。龍馬でしょ。龍馬どういうこと、どういうこと、ね、どういうことも変だけど。どういうことも変だけど。どういうことっていうか、なんか。ない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 。だって言ってたのに爆笑してる。聞いて。なんかさ、去年とかさ、まあ、力也とか、こうきとかさ、結構車の話してたじゃん。
うん、車ないこれいいねみたいな話してたじゃん。でさ、龍馬とも話したの。さ、龍馬が、いや俺がこの車いいよねとか話したら、であいつまだあの免許取り行けてないじゃん。そしたらあいつから衝撃な一言返ってきて、まあ俺クラスになったら車いらないっす、タクシーで十分っす。すげえ。はっけえと思って。すげえな。社長の考え方っすよね。すごいね。すげえ。突き抜けてるわ、あいつ。すごいね。それでできてるからね。なんとも。やっぱあいつ一番かっこいいよ。いや、石田はないよね。あれ、こうき。なんかあんまパッとしないね。パッとしない？うん。でも、ちなみに、ちなみにじゃあ、リキは誰だと思ってんのよ。結婚してるしてないとか関係なかったら、大輝くん、ひろきくんあたりなんじゃない？いやー、お前分かってないわ。外見はね、外見は。分かってないよ。いやー、全然分かってないね。分かってないよ。それだとしたら、2人ともディスってますよ、2人を。いやどっちもないでしょ。ないない。どっちもないでしょ。どっちもないでしょ。片方びっくりする、片方びっくりするぐらいのナルシストやん。どっちどっち家の方。え？山田のお兄さんの方がちょっとナルシスト度がすごいから、うん、ちょっとやばい、怒られるぞ。まあ、モテるっていうか、まあ一部の女性がモテそうな感じはあるかな。大輝くんは？まあ大輝くんはやっぱ顔はいいんだけど、なんかちょっと腹黒くない？なんでお前上からなんだ。なんでお前。なんか1位だから。1位だからな。腹黒いらしい。ええ腹黒いって。腹黒い。誰だろうね。俺は思い浮かんでるけど。誰？誰だよ、じゃあ。あ、待って待って、聖夜じゃない、聖夜じゃない、最初。聖夜くん。いや、俺も大輝くんとか思ったけど、ちょっと一緒だとあれだから。でもそうだよね。あれ、あれじゃない？ルキアンとかも絶対モテんじゃない？あー、日本人からしたら。マジでかっこいい。言われた言われたマジか。全然お前じゃん、ルキアンでしょ。全部。言われたわ。全然かっこいいねえじゃん。ルキアンかルキアンかっこいいもん。ルキアンはやばいよね。うん、ルキアンでしょ。あの顔であのガタイはやばいよね。やばいっす。ガタイやばすぎっすね、あれ。やばいよね。結構濃い。うん。で、後期の番。いや、俺はルキアンだよ。スタッフもありなし、それは。選手か。スタッフありじゃん。いや、スタッフありにしようよ。そしたら。スタッフでもわかんないじゃん。いや、いや、いいよ、もう。行こうよ。いや、やっぱ俺、トータルしてやっぱり、いろいろ。ジョージさんなしで。え？ジョージさんなしで。いや、いろいろやっぱり、あとガミさんもなしで。いろいろやっぱりこう、優しさとか、なんか、心の広さとか、まあ、全部トータルしてやっぱガミさんじゃないかな。いや、俺今ガミさんなしって言ってたよ。いや、聞こえないんだよ。ガミさんを手につかんでやめろ。えっとだよ。ガミさん、じゃあ、リキは、じゃあ、リキは、リキ、リキ。だから、大輝くんか、ヒロキくん。それ以外、スタッフ、スタッフ。いや、スタッフ、リキダメだからね、お前。スタッフ、スタッフ、誰スタッフ。もういじれる中から探していかなきゃいけないじゃん。まあ、確かに。いや、でも、俺はもう決まってるけどね。誰キャンさん。キャンさんに失礼だよ、3人とも。それは、笑ってあげないと。俺はあんま言ってないから。俺はいいけど、笑ってあげないともダメだろ。3人失礼だよ。あっ、コウキ、俺見てるからって来てるよ。ヒロキくんが来てる。ヒロキくんが来てる、直接。ヒロキくん、ヒロキくんが俺見てるからね、だって。怖いな。山田さんはかっこいいもんね。山田さん、マジかっこいいっす。いきなり、やばいよね、いきなり変わったな。マジかっこよすぎて、ほんと。びっくりしちゃうわ。
紳士だし、英語も話せるし。遅えよ、もう。じゃあ、最後、ちょっとよ、もう50分経ってるんで、ラストのテーマいきます。はい。これ、さっき4人の、その、コメント来たけど、他にもいろんな選手にコメント来てて、はい。じゃあ、それ読み上げたいなって思います。龍馬に来てない、龍馬に。龍馬のは、ちょっと手元にはないです。すいません。てねえか。じゃあ行きます。じゃあ行きますよ。あ、じゃあひろきくん見てるから、ひろきくんのから行きます。ひろきくん、頼りになる、真面目だけど後輩にいじられる懐の深さ、話し声が優しい、共に高め合えるパートナーになりたい、だそうです。小川コメント薄いね。薄いね。いや、ひろきくんはかっこいいよ、本当に。確かにね。だから遅いって。遅い？いや、まあ正直、まあ、ひろきくんは、まあ、まあ、紳士だし、まあ、そういうところあるんじゃない？なんか、お互い高め合っていくパートナーになりそうっていうのも、なんか納得できるっちゃ納得できるかな。うん。うん。でも結構嫉妬すごいからね、あの人。あ、その話。ね、山田さん、嫉妬深いからね。あの感じで嫉妬深いはちょっときちいな。じゃあ結構たくさんの選手来てるんで行くね、次。じゃあムサ行く。ムサ、あ、飛ばす、何でもか飛ばす。行けよ、ムサ行くよ。うん、何でも買ってもらえそう。一緒にアウトレット行きたい。だ、それそれ、基本はそのコメント。それも飛ばして。飛ばして。飛ばして。飛ばしてそれ。ノーコメント。ノーさ、金ない。じゃあ次の、じゃあ次の質問いきます。いいよ。じゃあ、コンさん、コンさん。お。落ち着いてて優しく包んでくれそうな大人な安定感がありそうだから、笑顔から優しさが感じられるから、包容力がありそうだそうです。包容力は感じない。めっちゃ評価ありますね。え、あるでしょ、本当に。うん、包容力はそこまで感じないけど、うん、まあ優しいし、結婚するな。おい、めちゃくちゃ毒舌だな。結婚するのはやっぱコンさんみたいな人だなっていうふうに思ってる。違うんだよ。え、1位だからお前何でも言っていいってことじゃない。あ、そう。お前、1位強えな。1位だからね。まだ分かんないからね。うん。1位でしょ。あとはじゃあ、まさやくん。雰囲気が優しすぎて、一緒にいたら私も優しい気持ちでいられる。腹黒そうな一面を私だけが知りたい。でも、まさやくん何もないよ。腹黒くもないし。腹黒さないよね、本当に。面白いとこ一個もないですよ。面白いこととか書いてないから。あ、書いてない。本当、ずっとこう、ずっとこう、こういう感じ。そうやめる。おじいちゃん、おばあちゃんになってもずっとこんな感じ。それを求める人はいいんじゃないかな。全部上から来んだ。本当に、すごいやん、1位。1位なんで。じゃあ次。面白いね。たけちゃん。一緒にゲームしたい。私が逆に壁ドンしちゃいそう。できてます。たけと一緒にゲームしていいことないよ、ね。すぐ切れるもん。負けたらすぐ怒っちゃうもん。いいっすよ、いいっすよ。最近でもツイッターとかでも書いてるもんで、ね。急に意味わかんないツイートするからな、あいつ。マジで。
不思議だね、持ってる人いないですかとか言ってさ。何のことだよ、持ってるやついるわけねえだろ。いや、いるんだよ、でも。いるんだろ。いるのかよ。いるだろ。いるだろ。動物の森とかでしょ。あ、そうなの、うん、俺もやりたいもん。たけちゃんはな。たけちゃんすごい。いや、俺でもたけちゃんめっちゃおすすめ。たけちゃんいいと思う。あのね、言うこと何でも聞いてくれる。それ気がない彼女がか分かんないでしょ、めちゃくちゃいいだけ楽。たけちゃんいいと思うな。もうペットみたいな感じ。じゃあお座り言ってたらお座りするし。次いくよ。じゃあコウスケくん、ツンデレ。デレな、私デレにだけ見せてくれる飛び笑顔と甘えた声でキュン死にしたい。俺について好意的な雰囲気があるだそうです。ああめっちゃ笑ってるじゃん。甘えた声で聞いてみたいですね、俺もそれ。確かに、でもね、確かにね、奥さんとか彼女にしか見せない姿っていうのは絶対にあると思う。いや、俺も絶対ある。ご意見番的に。あるよね。絶対ある。あと犬とかでもすごそう。最近犬飼ったじゃん、コウスケくん。すごそうだよね。めちゃくちゃ甘えてそう。コウスケくん、家でどんな感じなのかな。結構気になるんだよな、奥さんとかどんな感じなのか。でもなんか、コウスケくんとか、何でもしてくれそうじゃない？逆に。優しそうだよね。うん、超優しそう。でも切れてもなんか無口そうだから怖そうじゃない、ちょっと。あ、どういうこと切れてて、あ、健康グワーってなんないちょっと。なんかあんまガーって言い合うよりはなんかこう一言一言でオッケーみたいな。そうそう、心をえぐってくるみたいな。お前が一番苦手なタイプじゃん。あの、かつては苦手だった、今は得意。得意。得意。何でも OK になっちゃってよ。じゃあ次いきます。ルキアン。もうルキアンはかっこいい。イケメンで隣を歩いていてウキウキできる。フェロモンがレベチ。かっこいいし大事にしてくれそう。ルキアンはね、ルキアンはかっこいいよ。あれはずるいね。ずるい。以上。フェロモンレベチらしい。それは俺も感じる。色気ありますよね。色気あるね。ある。色気ある。1位の俺からしてもそこはちょっと認めるかも。お前、ちょっと前くせえな。1位じゃないでほしい、本当に。で、これで最後に順位発表ない。順位発表で分かんないんですよ、本当に。本当に分かってない。後期に入れた人の、あれか、ちょっと、お顔を拝見したい。待ってください。あれ、どんな人が入れてるの？最後に1位発表できるらしいです。これ大丈夫？大人の力働いてない。なんか流れの力でこれが1位じゃなくするみたいな、なんか流れできない。保険かけんだよ。やらせなしよ、力で変えてくれ、マジ。これもし1位じゃなかったらやらせですから。やらせです。誰だっけ、これ誰だっけ、分かんない。はい、じゃあもうちょっといくよ。もうちょっと時間あるからと、じゃあ最後かな。みやくん、本当に優しいし気遣いできる人だから、天然さが可愛い。いつもニコニコしていて、こちらも笑顔になれそう。だそうです。ミヤ君は多分優しいと思う。優しい。絶対優しいね。気が利くしね、絶対。ミヤ君は、それ、1位の人にはないことなんじゃない？気を使うとか。あー、いや、気使えんの、ね、結構気使えんのよ、俺。そうな。すまん。それはすまん。見たことない。結構そこ評価高くて。そうなんだ。うん、
それは面白いな。それは1位だわ。ご飯とか行っても、なんかこう、あ、結構後から、あ、結構気使える感じの人なんだって思ったって結構言われることが多くて。なんか、お前と焼肉行っても、お前一切焼肉焼かないじゃん。だってリキうるさそうなんだもん、お前タンバナだよって言うやん。いや、お前やもうトング持たないもん。次行きましょう。今だ行く？もうラストで締めてもいいんだけど。ラストで行く。本当のラスト、本当にじゃあラストにするよ。本当のラストで。ケンタロウくん、キャプテンで締めるよ。ケンタロウくん。落ち込んだ時前向きになれる言葉をくれそうだから。頼りがいがあるから、うん、確かにらしいです。いや、それはもうその頼りがいはあるよね、そりゃ。いや、なんかもうめっちゃきつい時とか、あと5分だぞって後ろから聞こえたらめっちゃパワー出る。うん、わかるわかる、わかります。なんかやっぱ冷静な一言くれるよね、ケンタロウ君。はい、確かにでかい。山田さんはくれる？はい。山田さんはくれるって言ってた。出るか出ないかで言ったら出ないですよ。出るか出ないかで言ったらですからね。あ、出た。やば。やば。いや、いい意味で。あ、いい意味で。いい意味で。ねえだろ。いい意味で。いい意味です。これは間違いないです。後期はある？いや、いるっすよ、後期。止まってるかも。うん。これ止まった。後期に行くつもりなんだけどね。後期いないから1位発表します。いないとダメか、逆に。うん。いや、いますよ。あ、いたわ。じゃあ、最後もう、これで終わりで、1位発表しますか。いや、もうなんか、流れできてますやん。ちょっとまだ情報来てないんだよな。なんか俺1位吐く、なんか俺じゃなくて盛り上がるみたいな流れできてますやん。1位。大丈夫？なんか1位それでお前だったらちょっとやだな。まあ俺じゃなかったらまあやらせですからね。な、じゃあなんでそんなお前自信あんの？今します。します。あ、準備できたみたいです。かもこの画面で1位、うん、あの、あれとかみたいです。名前出してみるから。票数。票数までは多分時間かかんじゃない？わかんないけど。何パーセントとか見たいんだよ。いや、票数見たいよ、票数。票数よ。断トツだったらもう、それはもう。何も言えない、何も言えない。票数教えてほしいっていう裏のスタッフさんの俺らの振り用意してなかったでしょ。だから俺1位するしかないねん。何なん。どうかな？ 1 位だけなのか分かんない。これ迷ってるよ。コウキじゃあ振りお願いします。裏で迷ってるよ。コウキも多分準備できてるから、振りお願いします。振りを。じゃあ、多分ジュビロ、モテランキング、お願いします。出ないかな。どうやって出てくるの？これで。で一番下だったらすごい出しゃばった感ありません。83票。1位？後期だったみたいです、やっぱ。うざ。83票で、後期が1位でした。なんで？ 83 票。なんてじゃない、聞こえてるだろ。いや、見えてるだろ。リキなんか12票ぐらいだったらしいよ。なのに入ったの？そう。あ、そうなん。でも俺12人だけど、お前その83票2人とかやらんの？ん？ラグがある。え、ちなみに2位はないけどな。2位はないけどな。83票って多いの？用意できるのかな。用意もうそこ大事でしょ。これどんくらい差があるのかって。男の人も入れてるんでしょ？でしょ。入れてる入れてる。ね。そう、意味ないですよね。多分ほぼ男だね、コウキ。だってさっき男の人からもかっこいいとか言ってたしさ。どちらかというと女だ。71票。惜しかったな。ね。もう少しで届きそうやったな。誰誰誰？2位が大事っすよ。
誰だ2位は。いや、あんま聞かんない。りゅうきくんかな。まさやくんとかじゃない。まさやもランクインしてんでしょ。そう、まさやくんとか。まさやくん、まさやくんかもしんない。ねえ。じゃあ2位を発表してもらったら。ほらほら、まさやかや。3位は、これ、りき、りき入ってるこれ。俺多分入ってないかもしれない動機。長くなるからちょっと締めに入ります。ってことで3、4、5大事っすよ。3、4、5大事っすよ。このままだったら俺入ってないみたいになってるから。できない絶対終わんない、終わんない、絶対終わんない。せいやくんもなんか自分もなんか入ってないかもしれないかって、なんか終わらそうとしてないなんか。あ、梅原選手や。え、それはビビる。いいよ、ないよ。逆に俺らがは激しく。おい、俺ら恥ずかしくなるやつ。ここまでだ。恥ずかしくなるやつ。いや、最後までやりました。最後までやりました。終わんない、終わんない。いや、絶対終わんない。ちょっと恥ずかしくなるやつだからやめよう。あ、YouTube、え？ほら、ほぼ男人気の後期だって。え、でもこれ YouTube からだよ。あ、そういうこと？これ違う。違うってね、別にええやん。なんで怒んなよ。あれ ?5 位じゃ俺が、りゅうきくん4位。なんだよ。すいません。おい。松本、ちょっと、なんでまさやくん違うコーナーで出てくるんで、皆さん、いや、あ、楽しみにしていてください。松本が2位なのがちょっと納得いかないです。そっちでもこれさ、既婚者は選ばれないの？選ばれにくいんじゃないですか。にくいんじゃないですか、選ばれるけど、うん。まあ、既婚者でも男も、なんか、ヘロモン出てる人は出るからね。お前なんか出るよ。で、見て見て見て。本当かよ。なんか来たよ。9割男。9割まさや。女性。まさやくんの場合は。女性なの。まさやくん、男性にモテますよね。でも女性って来てる。マサヤくん、なんか、男性に。なんか、すごいさ、コメントいじってくんだけど。これ多分、誰かじゃない？いや、多分ね、大悟くん。やっぱりあれだね、人工の歯が良かったんだね。人工じゃねえよ。めちゃめちゃ自然だわ。じゃあ、締め入りますよ。皆さん。でリケア君髪型そろそろ変えたらどう？伸ばすな。髪型は変えない信念がある。締めに行きます。じゃあサポーターの皆さんがちょっと伸ばすなって。お前グダグダになんじゃん。サポーターの皆さんに一言を皆さん。だからあもう一言ずつ。うん、もうこれ。一言それっすか。え？ちょっとそしたらファンサーでめっちゃニンニク送られてきますよ。いやね。クラブハウスに。じゃあ力也からサポーターの方々へ一言ずつ。400人ぐらい見てるらしい今。400人？はい。ぐらい。リーグ戦の再開も決まったので、それに向けてみんなで頑張っていくので。また応援よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、りゅうきくん、お願いします。リーグ戦の再開の日が決まって、最初は無観客。え？大丈夫です。最初は無観客の試合から始まりますが、はい、徐々にそこも解除していくと思うんで、そしたら、スタジアムに足を運んで、ジュビロ磐田のためにみんなで頑張っていけたらいいと思います。ありがとうございます。じゃあ後期最後にしたいんで僕からいきます。と今日は見ていただきありがとうございました。こうやってオフというかなかなか試合が見えない期間でもこうやっていろんなものを配信できたらいいと思ってます。と僕たちもと日頃からと練習を精一杯やって本番に向けて調整していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。じゃあ最後に、コウキからお願いします。締めてください。いや、まあ本当大したことは言えないですけど、まあ、
本当にリーグの再開も決まって真剣だよ、真剣や、真剣なのよ。なんかお前さ、こけてない？こけてねえよ。いや、本当最後なんで、ちゃんと締めさせていただこうかなと。いや、まあ本当リーグの再開も決まって、この今年 J1 昇格するために、僕たちも全力を出して、で必ず昇格するので、無観客の時期が終わったらぜひスタジアムに来て僕たちを後押ししてください。あと第2回、ナンバーワンモテオランキングまたやる機会があったらその時も圧倒的な票数で1位を取りたいと思っています。今日はありがとうございました。今日は圧倒的じゃない、圧倒的じゃないか、全然圧倒的じゃない。なんならあんなマサヤ君に追い詰められてるか。大丈夫、締め言ってください。もう終わりで。じゃあ、どうやって終わりましょう。じゃあ、手振って終わります。以上で、まるまるな選手を集めてみた、彼氏にしたい選手を集めてみたを終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ、手振って終わりましょう。